はい。皆さん、こんにちは。Hello, everyone. インターネットの方々、こんにちは。こんばんは。おはようございます。People who watch this service on the internet, hello and good morning and good evening. マタイの24章の8節をお読みいたします。Matthew chapter 24, verse 4.しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。八節ですね。All these are the beginning of birth pains. お祈りします。Let me pray. 天の様、あなたが私たちを導いてくださったことをありがとうございます。Dear Heavenly Father, thank you for gathering us here today. これからの時を豊かに導いてください。Please read this time. イエス様のお名前によってお祈りいたします。In Jesus' name we pray. アーメン。Amen. 今週の、土曜日の8月の16日、August 16, Saturday。コロゴスペルというコンサートがあります。コロゴスペルコンサート will be held。7時から行いますが、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。At 7 p.m., please come. 外国のお客さんが来ると、いつも言われてたんですね。And, when the foreigner comes to the service. 私がワスプをしているときにですね、いつもアメリカか他の国の曲の翻訳だったんですね。When we play the international service,the song is foreign country gospel. ビンヤードソングとか、あるいはカルバリーソングとか、あるいは今で言うとヒルソングみたいなのですね。Like ビンヤードソング and カルバリー。カルバリーソング。で、今で言うとヒルソングみたいな。And ヒルソング。で、それはもうおのおの素晴らしいんですけど。And they are all great.で、彼らも一応に一つのことを言ってきました。But, the people, all, said, one thing. 日本の、ゴスペルがないっていうのはおかしいって。There is no, Japanese original gospel, so it's strange. ずっと昔、中田十字ぐらいの時には、賛美歌聖歌っていうのは日本人結構作ったんです。When 中田純一 is many Japanese make songs gospel song。ところがあるところからほとんどこの曲が日本から生まれなくなってきたんですね。But Japanese original gospel。Recently, made from people. この B&S ソングの頃は今でいうヒルソングなんていうかいい曲がたくさんあるんですが、それは霊的にちょっと問題があるってこうね言ってきておりました。And B&S song and Hill songs are great, but that is a problem.ところがあるときからね、神様が、賛美を作りなさいということで、我々に賛美の働きを進めさせた、てくださったんですね。もちろん他のところでもいろいろな動きが起こっていると思いますが。But, at that time, God said to us, to make our original gospel song. そしてこのコロゴスペルっていうのは日本のオリジナルゴスペルの、ゴスペルの集会です。
In this concert,、Japanese、original gospel、will sing.、このリバイバルに向かう小さな流れがこうたくさんこう流れ始めているということを感じます。This is going to revival. そしてその流れが集まって大きな流れになってこう行こうとしていますが。And become a big.でこの、ゴスペル集会においてもその流れの一つであるということをですね、こう感じるのですね。This concert is one of them. 小さな流れが非常に大きな流れに変わっていくということをですね、皆さんその中で見ていくと思いますので、期待しつついらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。So, little thing become a big thing. So,please come to the concert. この日本の東京の高円寺ってところで行いますから。This concert will be held at the 高円寺。そばにいる方はですね、電車に乗って中央線に乗ってきてください。So, please come to the concert by train. また遠くにいる方はね、飛行機の切符を買ってですね。やっていただきたいと、こういうふうに思います。So, some people will come, please come, by airplane. そしたら予言でですね、コンサートのいろいろな、事柄をね、見てきなさいという、こういう予告があったんですね。So, God, said to us, by prophecy, to see the DVD of concert. しかしコンサートって言っても最近のコンサートはもう1万円近くするし、野外に立たされて飛ばされたりするのですね。こんなこと。But recently the concert is we have to.Like this. Jump. そしたらコンサートの DVD とそれから CD くださる方がいらっしゃって、some people gave us the DVD of concert. しかもですね、万を超えるコンサートになってくるっていうね予告なんですが、2万人の集会のねビデオをいただきましてですね。The concert is there are 20,000 people in the concert. で、入場料を払うことなく、CD 料を払うことなく、それをね見ることができたっていうのは。一つ示しにも感じますし、また勉強にもなりました。We don't use the money for the DVD, but we learn from it. 今度はでっかいコンサートをするときに、石の石のお店を出させてくださるという、こう、その可能性のことを言っておられますので、もしそうだったら、People said, our orphanage store can be the place at the concert. そうするとですね、コンサートをただで聴けると。If so, we can attend the concert.Free. まだ何がどうなるか分かりませんが、まあ、祈っててください。I don't know from about for now, so pray for it. それでマタイの福音書の24章の8節をもう一度お読みいたします。Matthew chapter 24, verse 8. この8節を、しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのですと、こう言ってます。Bible says, all these are the beginning of birth pains.
これはこれから来る黙示録の時代に関する、また観覧時代に関する言葉です。It says about from now on and end time, about end time. しかし最近これを通してですね、語りかけを私が与えられたのですね。But recently, God said to us from this word of God. で、あなたはこの言葉を何を中心に解釈しているかって、こういうことです。What point do you see in this word? で、私は苦しみの始めっていうふうにね、こういうふうに捉えてこうおります。I think mainly the beginning of birth pains, about pains. で、その時ご主に言われたのは、And God said to me, いや苦しみが始めた中心ではない。It is not center. Pains is not center. 生まれるんだということですよね。Important thing is beginning of birth. でそれに伴って苦しみは来るが、中心は生まれるということであると。こういうふうに。Center of this world is birth to birth. こういうふうに主が言われたわけですね。God said to me. で、これから再臨に至るまで7年間の観覧時代っていうのがやってきます。From now on, the seven years tribulation will come. で、これは 3.5 年ずつに分かれて、後半は大観覧と言います。And it divided first half and last half, and the last half is a great tribulation. で中間のところで景挙が起こります。天に立ち上げられるということが起こります。ラプチャーかな。The rapture will happen in the center of the seven years tribulation.そしてですね、ここに大きなリバイバルが起こります。At the first half, big great revival will come. で、このリバイバルのレベルはちょっとレベルの違うものとなると思います。This revival is a big revival we have never seen.で私たちが示されているリバイバル、あるいは虹などを通して示された約束は、主にここに集中してくると思われます。God said to us about revival. This means this age. そして、マーリンさんは最後のメッセージを言われました。Marin in Kansas said to us, 一人を通して100万人が救われるって言われたんですね。1 million people will be saved by one person. で、100万人っていうのは大変な数なんですね。1 million is a very big number. っていうのは、ちゃんと教会に来てるクリスチャンは日本では100万人いないからです。Because people who are constantly come to the church is not 1 million. それで要するに一人で100万人超えるって言ってるんですからね。But God said to us, 1 million people will be saved by one person. で、その時にですね、主がこのことを示され、語るように言われたってこう言われたんですね。And Marin Carozas said to us, this is a message from God. で、それは私たちを、力づける言葉ではなくて、主に言われた言葉だとこう言われたわけですね。And Marin Carozas said to that, because of God said to him about that. で、主が言われた言葉だったら、それが正しければそうなるのですね。If
The God word is true.、the word is come true. で、私はですね、正しいと思います。I believe it,、it is,、believe it's the true. 皆さんの中から私も含めて。And, people, everyone, and, of course, me. もちろん、他教会の方もいらっしゃると思いますが。And, people who is in,、other church.100万以上救われる方々が出てくる、そういう図が出てくるでしょう。And, people will, people, 1 million people will be saved by one person. その時にこう多くの殉教が起こってるって言いますか、これは戦いとともにあるんですね。At that time, many people were killed by their faith. So there is a big, big fight. で、私たちを通して今までにない救いの時が現れようとしています。So revival will come. で、今ちょっとご飯食べる時新聞見てきたんですね。And, I read the newspaper. 蘇生の、最高記録って出てましたね。生き返った。Come to life from death. 死んで85分かな。それ後に生き返って、これは、何も障害が出ない記録としては最長ですって。A person, died and, the time is, for 85 minutes and, he or she will recover. それから見るとラゾロっていうのはすごかったですね。3日で腐ってたんだから。So, Lazaro in Bible, is very surprised.でもそれ以上の奇跡がこう起こってきます。Miracle will happen from now on. 眠ってる場合じゃないと。So we keep awake. で、これはどうしてそれが起こるかというと、要するに患難時代にたくさんの人が死に滅びるからです。それを防止しようとする働きですよね。So, God will save many people from this tribulation. ですから大きな救いとね、技が来ようとしてます。So, big miracles will come. 私はね、数万どころじゃないと思います。I believe the people who will be saved is our...で、素晴らしいことが起ころうとしているのですね。And, great thing will happen from now on. そして、その直後に千年王国が現れます。And, 1000 years kingdom will come after that. 千年王国は天国が地上に降りてきたものだと思ってください。At this age, heaven will come.そして景況の直後に景況の時に私たちの体は御霊の体に変わります。 And, at the rapture, our body will change into spiritual body. 御霊の体は腰取らない、疲れない。 And if so, we will not tired andよだれを流さない、居眠りをしない、鼻水を流さない。Spiritual body is not. よだれ。よだれは何て言うの？ Spirit from the mouth. で、これは
縁の体が与えられますね。で、縁の体が与えられるっていうことは、そっちが本格的な歩みだっていうことですよね。And God will give spiritual body. So the spiritual body is a real body for us. ですから、啓教の後に、私たちの永遠に至る本格的な歩みが始まると、こういうふうに思ってください。So after the rapture, our real life will start. そして千年王国っていうのは天国がこの世に現れたことですから、そしてサタンが縛られてますから、皆さん時代としては素晴らしい次の発展した時代に入ると、こういうことです。And 1000 years kingdom is a great age. そしてその次に、神の国ですね、新天神地が来ますから、これが永遠に至る歩みのポイントとなります。After that, new heaven and new earth will come. So our real life will start at that time. ですから、学校で言うと、今幼稚園みたいな、生きてる間は幼稚園みたいなもんだと思ってください。So the age of we live in now is a kindergarten, like a kindergarten. 幼稚園で疲れ果てたらなりません。So, we don't have to tired now. で、小学校、中学校、大学と続いていくのですね。So, junior high school and high school will start from now on. そして、この最後の、新天神地が永遠に至る私たちの土台となることになります。And this new heaven and new earth is a real life for us. そして、天国で何やってる、居眠りしてるかっていうと、そうは書いてないですね。And in Bible, we will sleep in the heaven.おそらく天国はね、のんびりブラブラやってるところかと思うとね、私違うと思います。In heaven, we cannot have a rest. 一つここに共通して言えてるのは、神を褒めたたえてる、賛美してるって、これだけ言ってます。And in Bible, we are going to praise the Lord.で私はですね、今この世で私たちに対する神の、御心があり、さらに千年王国において御心があり、そして、新天神地において御心があるということを感じております。And now I believe we have our mission from God in each of age.そしてこの御心でこれがつながっており、そして発展していくと、こういうふうに感じるのですね。だから今御心を行っているなら、永遠に至る御心に向かっての一つの動きになっていると、こういうふうに思います。 So if we work for God now, so it, that is continue to that next age. ですから観覧時代にね、殉教する人もいると思いますが、So, first half tribulation, at that time, some people will die by their faith. で、我々は永遠に至る死は次のステップとなりますから、これ間違った対応を取らないように。So, now we have to God's work and God's mission now. そして新しい世界が生まれ、さらに発展し、そして完全な世界に行くという、その過程であるということをね、もう一度読んでください。So please remember this age of we now the age we run today. お願いします。Let me pray. 天の様、あなたの命名を感謝します。We pray in the name of Jesus.
イエス様の名前によってます。アメン。どうぞお渡しください。はあ、はあ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に、常しえにありますように。アーメン。はい、終わります。どうもありがとうございます。